5番いきます。デポジット。デポジット。いや、デポジットはないな。デポジット。デポジット。いやーわかんないな。ファンデーション。ファンデーション。ファンデーションかなー。わかんないな p オピニオン。これは絶対に第一アクセントですね。オピニオンは絶対ありえないですね。オピニオン。なんで3番は第一アクセント。4番はレ、レジスター。レジスター。いやーどっちもあるな第一か第二か。もう3番はオピニオン。第一確定なんで、 これだけ仲間外れか。他はどうだろうな。deposit.foundation.opinion. ま、違う。すいません。opinion.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  あれ、opinion って第二アクセントだよね。第二アクセント。opinion じゃないもんな。opinion。p だよね。p。第二アクセントか。deposit.deposit.fandation.register。いや、どれもあるな。いやーこ、これわかんなくなってきた。 とりあえず3番オピニオンが第1じゃなくて第2か。オピニオン。デポジット、デポジット。ファンデーション、ファンデーション。ファンデーションだよな。だから2番も第2アクセントだと思うから、1か4。デポジット、デポジットだよな。第2アクセントか。4番は、レジスター。レジスター。いや、レジスターってありそうなんだよな。だから4番が第1アクセントで、他が第2アクセントかな。ちょっと難しいですね。 意味を確認していくと、デポジットはお金は預ける、預けるっていう意味で、2番はファンデーション、あの化粧用品にもあるように、基礎ですよね、基礎。基礎基本。3番はオピニオン、意見ですよね。4番は登録するっていう動詞とか、あと、名詞でも、あの、お会計のレジって意味も確かあると思います。 答え合わせいきましょう。問題番号5番。答えは4番のレジスター、レジスターが正解でした。他の1、2、3番は2番目がアクセントなので、デポジット、ファンデーション、オピニオン、あと全部第2アクセントで、レジスターだけ第1アクセントなので4番が仲間外れ、要は正解でした。 これも正解できましたね。意味を確認すると、デポジット、これはお金を預けるとか預金っていう意味で、ファンデーションは化粧のあのファンデーションって意味もありますが、基礎とか土台っていう意味が大事です。3番オピニオンは意見。4番はレジスター、レジスター。どうして登録するっていう意味もありますし、名詞であの会計するレジって意味もあります。ですがレジレジって訳さないでレジスター、レジスターって言わなきゃダメです。